カッパッパチャンネル。鼻になんか詰まってる。おはかっぱ、岩手に生まれ犬を泳ぐマジカルカッパちゃんでやんす。お家からやっぱりね出ちゃいけないっていうことは結構最初の方はやったーって思うけど、お出かけしたいなーとかお友達と会いたいなーとかって思わないですか？お母さんお父さんと一緒にできる、お友達と一緒にできる、一人でも楽しいって思える、なんか何かはできないかなって思って、今日はお弁当作りをしたいと思います。ということで材料よいしょー、来ました。今日はこれ見本ね、ワンコ兄弟のそばっちの顔のお面を作りたいと思います。なんかなんでそばっちなのって思う方多いと思うんですけど、私はそばっちが大好きなんですよ。お面を作ったらすごい可愛いと思うので作りたいと思います。フリーハンドでいきたいと思います。じゃあまずそばっちの色を出そうか。お椀の中のさ、漆塗りで塗られた赤いるでしょ。そばっちの黒、白、これでできます。じゃあまずはそばっちの本体を作っていきたいと思います。フリーハンドいけるかな。大きいお面がいいよね。よし、頑張るぞ。なんか形いびつじゃない？こうやってね、切っていっちゃうとさ、ちっちゃくなっちゃうのよね。いいよ、ちょっと丸みを欲しい、お椀だから。あ、いいんじゃない？あ、いい。これそばっちの本体。次は赤い部分を作っていこう。漆塗りの中の部分を作っていこう。まずはこういう形に丸いところだから丸くしていこう。なんかこれを例えば幼稚園とか保育園とかでみんなで作って、でワンコ兄弟の踊りとか踊ったらすごい可愛いと思う。やってほしい。あ、いいんじゃない？ほら、これをここに貼ったらここを合わせていくのよ。じゃあ両面テープで貼っていきます。こうやっていろんな、やっぱりさ、なんかみんなが絶対同じのって作れないから、すごいね味が出てね、いいと思う。はい、ここまで来たらちょっと縁が大きいので、ちょっとお椀に見えるようにちょっとこう削っていきます。なった。はい、今日はそばの部分は違うものを使います。出てこい材料、毛糸を使っていきます。始まりどこだろう。これ一番最初が難しいよね、毛糸って。え、あった、始まり。これをこれくらいかな。適量、そばは適量。お椀の部分にこんな感じで両面テープを貼ります。そばをほぐしてこうやってそばっぽくして、え、そばそばっちー、そばっちです。リアルそばっち。はい、最後におめめを作ります。こういう風に切ってこれをチョキンチョキンしました。したら同じ目の形がいいじゃないですか。なのでこれを2枚一緒に切っちゃう。はい、目、あ、大きい。ちょっと大きかったのでもうちょっとちっちゃく、ちっちゃい目にします。あ、いいんじゃない？あ、いい。そしてこの切ったじゃないですか、目を。あ、したらなんか口を作ります。で口貼りますね。口貼るよ。で最後はこのさっき残ったところをまた同じく丸を作ります。みんなの好きななんとかっちを作ってほしい。あれ、ちょっと目でかい。あ、いい。はい、そばっちお面の完成。この目の部分を穴開けたりとか、あとここにね輪ゴムをかけてこう耳にかけるようにしたらお面の完成です。はい、ということでいかがだったでしょうか。
お家だからこそできる手作りのものを作って、みんなで思い出をたくさん作っていただきたいなと思います。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ブダンスブダンス、パンパパパンパンパン。